この度、アマゾンからですね、タリオンのスタビライザーを買ったんですが、ちょっといくつか問題がありました。カーボンファイバーの非常に軽い素材で、まあ、作りは悪くないと思うんですが、ここのまずネジですね、このネジ2箇所。これ、フルで締めても、残念ながらですね、動いてしまうんですね、これ。まあ、こういう感じで、でこの下も同じく、もうこの締めた段階でもこれがもういっぱいいっぱいなんでしょうね、おそらく。もうこれフルで締めてもこのように動いてしまうので、もう重りをつけるとまっすぐ下に下がっちゃう感じですよね。あとこの雲台、これはですね、これも問題がありまして、これご覧になっていただけるとお分かりの通り、もうこの段階でも斜めになってるんですよね。本来この下の部分がもう少しこういう感じでまっすぐにならなくちゃいけない。平行になってない。これ分かりますよね、見ると。これが平行じゃありません。もうこれがこう斜めになってる感じで、バランスが非常に取れないですよね、これだと。斜めの状態ですから。であと、決定的にまずいのがですね、ここのストッパー。これがフルで閉まった状態なんですが、残念ながらですね、これがお分かりでしょうかね、出てるんですね、頭が。でカメラをマウントした時に、要するにこういう感じでここがぶつかるので、こう斜めになっちゃうんです。かといってこれを下げると下が動いてしまう感じですね。なのでこれはちょっと使い物になりませんでした。早速返品となります。